五輪の豊かさを実現する言葉。14。欲しいものの本質を知る。危機物語。私は自分が欲しいものの本質を知っているので、それを手に入れます。あるものの本質とは、あなたがこの品物に果たして欲しいと思っている機能であり、それを使う目的であり、あるいはそれによって得られるだろう、とあなたが思っていることです。想像以上に多くの物事から欲しいものの本質が得られるのです。ですから、どんな方法、大きさ、形、あるいは形態であれ、自分の欲しいものが一番ふさわしいようにやってくることに心を開いてください。自分が欲しいものの本質を知ることで、それを多くの方法で手に入れることが可能になります。それでは、これからアファメーションを行います。体を楽にし、ゆっくりと深呼吸しましょう。静かで穏やかに落ち着いて、いい気分になっています。吸う息に乗せて、この言葉を自分のハイヤーセルフのところへ持っていくと想像し、吐く息に乗せて、この言葉が現実化する外の世界へ解放していると想像してください。では、これから68秒間、この言葉に集中しましょう。私は自分が欲しいものの本質を知っているので、それを手に入れます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 。